新州大谷派岐阜別院は、岐阜県岐阜市にある新州大谷派の寺院である。別名に、新州大谷派東別院、東別院、小熊五坊、東御坊などがある。岐阜市には、東西領別院がある。浄土新州本願寺派の別院は、本願寺岐阜別院。境内には、社会福祉法人、大谷聖徳会の運営する、聖徳保育園がある。 ある説によれば、1570年から1590年頃、本願寺十一代、県女商人が、美濃国に潤教の折に、美濃国厚見郡、西野の土豪、市柳正高が信徒となって帰還する。市柳正高が没後、その墳墓,墓のそばに一時が混流されたことが、始まりと伝えられている。1602年、本願寺は順序の本願寺と京女の東本願寺とに、 分裂する。前述の寺は、市柳直盛の申し入れ西本願寺の寺院となる。その影響もあり荒廃したという。1624年、美濃国厚美群、小熊村の門徒が本山に申し出て、現在地へ移転する。1891年の農美地震で、すべての建物が倒壊する。 直ちに仮本堂が混流されたが、1912年9月の暴風雨で倒壊する。現在の建物は1916年の再建である。ありがとうございます。